岸田総理大臣は三重県亀山市を訪れ、リニア中央新幹線の工事現場を視察しました。岸田総理は品川大阪間の全線開業時期について2037年とする目標を示していて、開業に向けて建設主体の JR 東海などとの連携強化を確認しました。岸田総理はこの後三重県多気町に移動し、デジタル技術を活用した地域づくりの取り組みについて説明を受けました。